旬を丸ごといただきレシピのコーナーです。教えてくださるのは今日も料理研究家の西ひろみさんです。こんにちは、お願いします。お願いします。お願いします。さて番組では出汁の王国鹿児島プロジェクトと一緒に鹿児島の出汁を生かしたメニューをご紹介しています。はい、今日もよろしくお願いします。ということで今日ご紹介いただくのはこちらです。はい、黒酢豚。そうです、はい、鹿児島の自慢の豚肉とさらに鹿児島の自慢の黒酢を合わせていただく黒酢の旨味を存分に味わえる酢豚をご紹介いたします。はい、皆さんご存知坂本の黒酢ですけれども、うん、屋外に並べられた壺で1年以上年月をかけてゆっくり熟成ゆっくり発酵させて作られる鹿児島の大地が育てた一品。そうですね、で鹿児島になくてはならない調味料でもありますね。おなじみですね。そう、今日はこの黒酢に豚のヒレ肉を合わせ、さらに、うん、黒酒、地酒で柔らかく美味しく旨味をアップした、そんな美味しい酢豚を作りたいと思います。鹿児島が詰まってますね。そうなんですね、はい、ご飯に乗せていただきたいですね。そうですね、ご飯にもよし、おつまみにもいい、お弁当にもおすすめです。いいですね。では材料です。はい、2人分です。豚ヒレ肉 250g、 地酒大さじ1、濃口醤油小さじ1、塩コショウ少々、片栗粉大さじ2、揚げ油。黒酢だれですが、黒酢、砂糖は大さじ2、濃口醤油、地酒、おろし生姜、それぞれ大さじ1、水溶き片栗粉をどうぞご用意ください。それではお願いします。はい、今日はヒレ肉使います。とんかつ用のヒレ肉がスーパーに売ってると思うんですけれども、うん、ブロックでもいいんですが、一口大に切ります。でね、ちょこっとやっぱり味を染み込ませたいので、下処理、ちょっと手間なんですけれども、包丁でこんな風にね、少し細かく、はい、切り込みを入れておくと、うん、後で仕上がりもいいですし味も染み込みますね。うん、一口大に切ります。はい、さあ今日はこれを袋でね調味していきますよ。いいですね、袋の中に入れて、はい、地酒です。美味しく仕上げましょう。地酒、それから濃口醤油、はい、小さじ1杯、そして塩コショウ、これ好みですね。はい、もみもみもみ。地酒は素材のね旨味を引き出してくれます、ね、良さを引き出してくれますよね。さらにお肉をね柔らかくもしてくれますね。さあ馴染んでこのままねちょっとやっぱ置いててもらうと、はい、さらに味が染み込みますが、ま、次に今日は進みたいと思います。はい、この中にも片栗粉も入れちゃいます。この中でまぶしましょうね。大さじ2程度ですね。はい、で油で揚げていきます。三坂さん、酢豚は自宅で作ったりします？作らないんですよ、なんか揚げ物ですよね。難しい気がしますよね。で今日はねお肉だけなので、はい、ちょっと贅沢に、うん、ですよね。お野菜入ってないなと思って。酢豚ってお肉だけ食べたい時あるじゃないですか。あります。すごい、今日はちょっと贅沢に ね、 沢にですね。油170度に揚げた油、はい、準備した油で揚げていきますよ。じゃああとお願いしていいですか。はい、よいしょ、もう一個、はい、1個ありました。1個、はい、はい、感じですね。さあじゃあ坂さんに揚げてもらっている間に、はい、ヒレ肉結構薄いですし、はい、切り込みも入れてあるのですぐに揚がると思います。こちらのフライパンで甘酢だれを作っていきます。はい、黒酢入ります。はい、大さじ2杯で、濃口醤油、それから砂糖、そしてここにも地酒入ります。あ、こちらにも地酒が、はい、そして生姜入りますよ。あ、黒酢のいい香りが、香りが立ってきましたね。漂ってきましたよ。これ火にかけてグツグツしてきたら溶き片栗粉を入れ、水溶き片栗粉でとろみをつけたいと思います。もうひっくり返していいですね。はい、あ、ちゃんとね、あっという間に色が変わりますね。さあこちらも温まってきたので水溶き、これもね好みです。このぐらいかな。水溶き片栗粉は分量、片栗粉と水の量を同じ量で合わせると失敗しないですね。はい、はい、このぐらいかな。そうですね、こんな感じで。あ、生姜とさ、生姜も立ってきましたね。黒酢 の、ね、さっぱりした香りの、いい香りが合わさっていいですね。食欲そそりますね。さあ、そしたら揚げてもらってるんですが、ちょっと時間がないのでごめんなさい、はい、差し替えますね。あ、そうなんだ。揚げたよ、間に合わなかった。
はい、こちらに用意したものを入れたいと思います。ごめんなさい、これ後でちゃんとね、はい、お仕事してあげましょう。はい、いただきましょう。さあ、こうやって絡めたら出来上がりですね。さらに盛り付けて、これね、上に乗ってるの、あの生姜じゃなくて、はい、じゃがいもなんです。あ、揚げたの。カリカリに揚げたじゃがいもをトッピングしてあります。歯応え良さそうですね。美味しそうです。